クロワルールシグマ。ゲームスタート。ストーリー、ルークさんにお任せ。総国の好機が滑るとき、イランスは妖主の旗としての異様をより高らかに歌う。五国の騎士が滑るとき、イランスは月相の剣としての異様をより美しく飾る。陽と月とは交わらぬ、種と相とは相入れぬ、旗と剣とは重ならぬ。宋と呉は生きて巡り、陽と月が死して暦となる。翻し旗よ、ひらめきし剣よ、集え、高らかに美しく、勇猛と聖剣の女王の身元に。で、これが、我らが女王国、イランスに伝わる古いカビ臭い建国史ってやつ。子供の頃から何回も繰り返し唱えさせられて、今じゃすっかり空で言えちゃう。だけど、これって一体何を言ってるんだろう。全く意味わからないんだ、ほんと。わからないって言えば、ああ、今日の教頭試練だってなんだか理不尽。だってさ、姫と競わないといけない。姫よ、姫。本当の姫じゃないけど、そう言うと怒るけど、あの子。でもみんなそう呼んでる。姫っぽいもの、あの子。まあそこら辺はともかく、今日は教師の日。髪も制服も装備もきちんと整えて、ニトの塔へ来た理由。面倒だけど、私ってほら、一応貴族派の学生寮、ベシエの代表っていうか、主席っていうか、一番強い子だから、むざむざ負けるのは寮のみんなに悪いのよ。一応私だって、朱色の旋風ルークって呼ばれてる魔法剣士候補生だしね。でも、フランチェスカ・ストラールが相手ってのは、結構めんどい。だってさ、あの子ってばいっつも私のこと目の敵にするんだよね。なんでなのかな。昔は一緒に遊んだり、お風呂で洗いっこしたりしたのに。雪みたいに白い肌に小さい。お？誰か来た。神聖なるニトの塔に遊びに来たか。え？いや、小さい時にね、一緒にお風呂に入って洗いっこしてたのを思い出してただけ。貴様、なんという想像を。破裂極まる。想像じゃなくて思い出。別に小さい頃のことだからいいじゃない。フランったら。もしかして、もしかして、なんだというのだ。また一緒にお風呂に入りたいわけ？だったら教師が終わったら久しぶりに。バカ者、貴様は今日という日の重みを理解していないのか。そんなに怒らなくてもいいじゃないか。思い出に浸ってただけなんだから。禁ずる。何思い出そうが自由でしょ。いくらあんたが姫でも人の頭の中まで口出せないわよ。私は姫ではない。私に関する記憶を勝手に再生するな。無理よ、そんなの。自動再生だもん。現に今だって幼いフランの小さな。それ以上のハレンチな暴言は許さぬ。
多くの生徒たちの代表なのだぞ。貴様も私も栄えある魔法剣士候補生としての立場を貴様は分かってるわよ。だから私今ここにいるんだから。負けないよ今日は。予備試練の時は油断しちゃったけどそうか、私としたことも。貴様の策に乗せられて危うく我を失うところだった。はあ、何勝手に人を策士みたいに言うかな。あたしは剣士よ、純然たる剣士。知っている、貴様は私の敵だって言うんでしょ。その通りだ。分かっているならいい。私は騎士派学生寮シェルタの代表、ベシエ代表に負けるわけにはいかない。では失礼する。先で待っているぞ。了解、プランも気をつけ。ああ、さっさと行っちゃったか。まあいっか、この先で会えるんだしね。会えたら何話そう。なんであの子あんなに突っかかってくるかな。さてと、グズグズして遅れを取るわけにいかないし、私も行くとしますか。先生が言ってた共闘試練の説明は、ニトの塔にご丁寧に魔法生成物モンスターがワンサと出てくる。でそいつらを全部退治したら次の階層に進める。モンスターの親分を倒したら魔法陣が出てきて、それで次のフロアに移動。さっきと同じやつよね。先に行っちゃったフランは別ルートを進んでるはずだけど。ん？お出まし？最初はあんなのか、余裕そう。よし、片付けてあげる。他の場所と違うってことはきっと何かあるはず。気を引き締めていかないと。
終了かな。まさかあれ、フォロン、どうしてここに来るのよ。貴様に先を越されるとはな。油断したのか、この私が。何を見ている。私の顔がそんなにも不思議か。ある姫もなかなか可愛いなぁと思って。何の話だ。グランの顔の話、可愛いの。可愛い、私の顔を話題にしてる場合か。少し先行したからといって調子に乗るな。貴様本当にごめんってば。知らん、もういい、私は先に行く。何よ、私よりも遅かったくせに。月明かりの元気様としたことが油断したんでしょ。ここで遅れをとっても最終的に勝つのは私だ。計略のうちだ。認めなさいよ。断る。怒らないでってば。一緒に戦ってあげるから。君の悪い声を出すな。ほらほらほら、一緒に行くよ。かわいいわね。昔のフランに戻ったみたい。足引っ張られても許しちゃうから。からかうな。誰が足手まといになど。第一、貴様は昔からそもそもだな。よし、いざ出発出発。私の話を聞け。よし、いいとこ見せちゃうから。倒しがけの気持ちだね。マリカになくては非力な少女か。そっちの方が楽勝よ。楽勝よ、楽勝。お、見ません。まさかいらないけど。そこ、切り切った。ハートレスク、やっと止めなくちゃ。まだこのほら、どうして寄ってくるんだ。ハッ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 ハ。調子のいいやつだ、貴様は。そ
散々待たせておいて。心配してくれてたんだ。違う。とにかくだ、ここからは再び道をたがえるのだ。先に行くがいい。油断せずにな。気をつけてね。バイバイ。また後で。あ、うん、バイバイ。こんな時くらい真剣にやれないのか。徹夜で作った実新作だって。3日2晩長々と紋章術の記述を続けたから寝不足だとか。そんなに張り切らなくてもよかったのにさ。だって今すぐここで私に倒されちゃうんだよ。ごめんね先生、悪いけど行かせてもらうから。こいつを倒して試練終了。フランとも今日こそ仲直りだ。私のがね。
これでおしまいかな。ん？魔法陣が現れたってことはまだ先があるの？風が吹いてる。最上階のモンスターを倒したら教師は終わりのはずじゃ。ずいぶんと待たせるな。それともこれも戦法の一つか。フラン、何を驚くことがある。ここまでたどり着いたのだ。貴様とてとうに分かっているはずだ。は？騎士寮シェルタに選ばれし我が身、たとえ命に代えても栄誉を勝ち取るのみ。覚悟はいいな、朱色の旋風。覚悟ってどういうこと？私にフランと戦えっていうの？武器を構えろ。幼き日の戯れは過去のもの。今の私と貴様は敵。ちょっと待って、代表同士の戦闘なんて教師にはないはずじゃん。何をざれ言を。騎士派シェルタ、貴族派ベシエ、互いの未来をかけた戦い、それが共闘試練。我らの女王が滑るこの国のために互いが学び、競い、そして戦い、勝者がこの国の行く末を握る。え、それってどういうこと？知らぬならそのままでいい。知らぬままで。さあ、行くぞ。私は貴様を倒す。フラン、この子本気だ。覚悟はできているのだね。あ、それ。そっちはどうなんだよ。無論だ。すべての力を持ってルーク、お前に相対する。追撃。すごい気合いだな。そういうところ嫌いじゃないわ。もうこれで気が済んだ。私の勝ちだよ。これで君は学園の主席になってしまった。そんなに主席の座が大事なの？違う。貴族派と騎士派、対立を盾にして両派閥の領袖は闇でつながり、女王を、民を裏切り、私欲を貪っている。いきなりどういうこと？騎士と貴族との戦い、長きにわたる対立は仕組まれたものなのだ。目前に敵がいて生まれるものは敵と、それに味方か。その通り。時の権力者たちはそうして自身の属する陣営を操ってきた。裏でつながり、偽りのいさかいで世論を操り、女王をないがしろにし、己が権勢のみを欲する輩がいるのだ。気をつけろ。さもなくば利用されるか、その心を毒されるか。変なフラン。変。たったそれだけ。そうだよ、フランは変。権力とかそんなのどうでもいいから、偉くなって私たちがいろいろ変えちゃえばいいんでしょ。そんなの後でいいから、また一緒にお風呂入ろうよ。私たちは変える。そして一緒にお風呂。苦労するのもいい加減にしろ。私がどれだけルークを心配して。あ、名前で呼んでくれるんだね。行こう。教師はもう終了。君の言う通りかもしれない。私はまだ未熟だ。
人では何もできないだろう。もう叶わないな、ルークには。嬉しい、やっと仲直りだね。最近のホランって変わっちゃってたから心配してたんだよ。私は昔から変わってなどいない。いつだって私はルークの。いつだって私が。つまりはそういうことだ。そういうこと。はいはい、そういうことね。翻し旗よ、きらめくし剣よ、集え高らかに美しく、勇猛と聖剣の女王の身元に。建国史の意味やっと分かったような気がする。こうして私とフランの長い一日が終わった。まあニトの塔から戻ってからがそれはそれでまた大変だったんだけどね。フランとの荒いっ子にまで持っていくには苦労したぜ。もっともっと仲良くなったり分かり合えたりできるって私には自信があるんだよね。だから私が言えることはたった一つ、たった一つでいいの。それはフランとは友達っていうこと。これまでもこれからもずっとね。